では決勝戦いきましょう。 MC にがり AKA 赤いなじま VS シーマ上がってきてください。決勝戦もルールは一緒です。ではまず翔さんからビート聞きましょう。ナイス DJ。 それではケン君お願いします。まずはビートどちらにしましょうか。いや16の2回8小節4本勝負か。8-4でいきます。それではいきましょう。外線 FC バトル東西選抜春の陣決勝戦、先攻 FC にがり高校シーマ8小節の4本勝負。レディーファイト。ははは、シーマ勝ったことねえけどここで勝つ俺の進化、見してやるぜ蹴取るぜ15万終わる頃にてめえが銃を舞う音になるぜ 8×4 裏で走しでもすっとけよ、ぶっ飛べよずっと俺の回線ケツまで上げてくぞ。ダメな特に銃を舞う、さっき聞いてたかフーリガンだろ。こいつのライブアカペラリズム感もないの What the fuck。 お前のアカペラ聞けない、アカペラ聞けないラップじゃねえぜ。アカペラならマッチョか燃えるゴミ、こんなガキを問える時今。はははマッチョか燃えるゴミ、別にお前に負けてない。ははお前のライブ燃えるライブ関係けどトラシさんもいるでしょ。あんたのソロのライブならどう、だからここら辺で爆音で鳴らそう、いつでもこの腕鳴らそう。お前に対して俺は敗北を察しろ。お前の弱点はそういうとこだよ。一からちゃんとヒップホップをディグり直してこい。ボイルライブは 1MC2MC's じゃない 2MC's なんせ。最強の王道スタイル、まるで日本で言うならばキングギドラみたいなもん、それかブラアーミー。お前は太りすぎのアブラーミー、なんせ俺がラダマーシー。だからキングギドラもブラーミーも俺はちゃんと聞いてるけど、じゃあボイルライブはどうなんだよ。さっきから人の名前を出すんじゃねえっつってんだよ。これはニガリ対シーマバチバチだぜよ。これが伝説の始まりだぜ。これ若手が振り返らないと意味がねえ。96年本当の平成最後、そして令和のやつにもワッツアップしよう。俺がなんで他の人の名前を言うか、お前にヒップホップをレクチャーしてんだよ。俺はティーチャーじゃないがジーバー知った目、みんな知ってんだろスモークチーバージーバー。俺であればニガリもまるで速度減速、俺のヒップホップはドストレート。なめんじゃねえぞ、やけど覚悟でかかってこい、また来年俺に挑んでこい。よーどストレート逆に俺の熱意溶けちまってる。アマチョコレートアマチャの島散歩の程度、俺がこの道と山越えてものにするんだろ。あ俺にレクチャー聞いて、音楽俺に好きに聞かせてくれたっていいじゃねえか。てめえの枠にはめようとすんだ、指図されてスタイル変えて取れたことが枠だ。お前が太った原因ならばチョコレート MC にがりその程度わかるか。お前なんてヘイポー、俺はまるでモリバン VS ヘイポーでも見たいよ。それが違う、まるで RIP 内田優也。このビートの上で愚痴は言うなよ。西田目のパイセン、そしてる RIP。 今年のシーマも危ないし。終了。
どちら片方に手と声を上げてください。先攻 MC にあり、後攻シーマ、凱旋 MC バトル東西選抜優勝はシーマ。MC にがりにも大きな拍手をお願いします。では志麻さん、まずウェイティングラップの方お願いしてもいいでしょうか。おねんくん一緒にやろうや。いやいや、一緒にやります。おねんくん一緒にやろうや。じゃあワンツー超小凱旋、よ凱旋、また羽ばたいて羽ばないせ、島またまた炊いて登場。おねん、あの日の大阪ジュール、ありがとう、ここでビートで遊ぶ。化粧変座、化粧変座、よそこらのフェイカスと比べんなよ。化粧変座、化粧変座で、ボイルライム燃やす、これが天空。俺は約束した通り、ちゃんと次の7月30日はチャンピオンライブで呼ぶぜ。遊びに来てくれるかどうかじゃねえ、こんだけのお客さんがいるから俺たちも遊べてる、間違いねえ。この結果この先どうなるかじゃなくて、若手のシーンでも十分面白かっただろ。散々バカにされてきたけど、今日のこの結果がつながって俺は嬉しかったぜ。バカにしてくるやつをバカにしたれ、俺らのヒップホップバカじゃねえから、声も張って体も張って仲間と同時に上がるぜ。ウェイ、ちひろくんにもビッグアップ、そして凱旋 MC バトルビッグアップ。俺ら止まらないぜ、年齢どうこうよりもスティルヒップホップ調子どうよ。シーマの大きな口をお願いします。ありがとう、ピースオウ。そして優勝したシーマさんにはまず優勝賞金の15万円です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう、おねんくん、ありがとうございます。そしてすいません、喋ってもいいですか。実は今日4月4日で、あと3日で子供が生まれる予定なんですよ。イエー、最高な最高な1週間になりそう。いや、俺はラッパーやから嘘つかへんし、このまま嫁さんに渡すぜ。ありがとう、凱旋 MC バトル。この後アベマミックス賛成で俺らライブするんで、帰り際にみんなアベマ TV チェックするようによろしくっしゅ。今日はありがとう、おめでとうございます。では写真撮影しましょう。まずシーマさんだけで、兄弟東大選抜春の陣が終わったんですけども、春の陣ってことは次は夏の陣がありますよね。東大選抜次の夏の陣はこちらであります。もう一度オイーストで挑戦します。僕は今日遊びに来てくれたお客さん、こうパーッと見た感じ、多分僕と同い年か、もしくはもっと若い子とかもいると思うんですけど、好きなことをやりたいと思ってもなかなか周りに理解得られなかったりね、いろいろ言われて面倒くさいこともあると思うんですけど、それでも自分でやりたいことだと思ったら周りの反対を押し切ってやるべきだと思います。散々バカにされてきたりとか、そのやりたいことも続ければ人に理解も得られなかったりとか、自分がこんだけやってるのに納得いかないとか、いろいろあると思うんですけど、うちの親もそうでさ、今そこで見てくれてるんだけど、俺が4年前東京に出てきてラップやるなんて言ったらもうはぁみたいな感じだったんだけど、今日母親の誕生日の日にいいもん見せれてよかったです。皆さんありがとうございました。僕のやってる凱旋 MC バトルの以外にも、派遣社員がやってる MRJ、 正社員さんがやってる戦国 MC バトル、みんなの街でいろいろやってるバトルのイベントだったりライブのイベントだったりあると思うんだけど、みんな今日と同じバイブスでライブしてたりバトルしたりしてると思うんで、ぜひ遊びに行ってあげてください。
じゃないとなくなっちゃうんで、ぜひ皆さん今後とも MC の応援よろしくお願いします。あんまりお金がないな、そんな時にはタイムなワイヤー、いつもタイムリーな場所行って自分でその場でお金を稼ぐ、カンカンゲンマネーハスリー、イケてる仲間増えたらめっちゃ楽しいから、みんなで LINE の登録よろしく、アプリはチェック、タイムワイヤー。